誰も言わないからもう行っちゃいます。どんな凶悪犯の心でも動かすことができるヤバい方法があったんです。学識サランのマーです。今回は相手の心を思い通りにコントロールする職場ですぐ使える裏技を紹介していくんですが、あなたもこんな悩みありませんかね？いつもきつく叱ってくる上司の考え方を変えたい。営業ならお客さんの気持ちを変えて売り上げを上げたい。リーダーなら組織を変えたい。家庭なら子供の態度を変えたい。こういった悩みってつきませんよね。でも正直何かを変えるのってめちゃくちゃ難しいんですよ。よくね、相手を変えるのは無理、だから自分が変わるしかないって言いますが、これもね、実はめちゃくちゃ難しい。長年生きてきた自分の生き方とか考え方を変えるのってほとんどの人が不可能なんですよ。じゃあどうしたらいいのか。結論から言うと、もうピンポイント、変化を妨げている隠された原因を特定してそれを除去する。そうすることで相手が自分で自分を説得できるように持っていくことができるようになっちゃうんです。ちょっと何言ってるかわかんないって思った人も大丈夫。それをわかりやすく教えてくれるのがこの本、ジョーナー・バーカーさんの著書、ザ・カタリスト、一瞬で人の心が変わる伝え方の技術、この本なんです。私たちって相手を変えたいって思うと、どうしてもこうしてよ、ああしてよって無理やり押し付けようとしちゃうんです。でもそこが心理学上で間違ってる。人間って押し付けられると本能で現状を維持しようとして押し返しちゃう性質があるんですよ。押すのではなく、相手にヒントを与えて自ら変わってくれるように仕向ける。そんな嘘のような本当に使えるテクニックがこの本には書かれていたので、ぜひね、騙されたと思って一つでもいいから実践してみてください。もし最後まで見てくれたら、あなたのこと超大好きになります。それでは今日も楽しく学んでいきましょう。チャンネル登録よろしくね。一つ目、警告はむしろ推薦の言葉になるという話です。相手の行動を変えてほしいと思った時、あなたはその人にどんな言葉をかけていますか？例えば子供にゲームをやめてほしい時、いつまでゲームしてるの？やめなさいとか言っちゃってませんかね？結論から言うと、〇〇してはいけませんという警告は得てして逆効果になっているんです。例えばタバコは体に悪いから吸ってはいけませんとか、お酒は二十歳になってから、うちの部活は恋愛禁止ってことあるじゃないですか。実はこれがむしろ逆効果。人は何かを禁止されるとかえってそれがやりたくなってしまう生き物なんです。ほら、タバコってパッケージに喫煙は健康リスクがあるって丁寧に書いてくれてるじゃないですか。でもそれだと逆に興味が湧いてしまって、将来喫煙者になる可能性を高めていたんです。他にもお酒を飲んじゃダメだと言われた大学生は帰って飲みたくなってしまうし、あの子とデートしてはいけませんなんて言われたら、ますます気になってどうやったらデートできるのか考えちゃうんですよ。これなんでだと思いますか？実は人にとって一番大切なのは自由と自主性で、それが制限されると反発してしまう生き物なんですよ。それがわかる例を紹介していきます。1970年代にハーバード大学とイェール大学の研究チームが行った実験で、老人ホームに住んでいる入居者を階ごとに分類して、ある階の入居者はかなり広範囲にわたる選択の自由を認めたんです。部屋の家具や内装を選べて、家具の配置も自由。箱に入った鉢植えの植物を見て、自分で世話したい植物も選べますし、希望しなければ世話をしなくてもいい。週に2回は好きな日に映画も見ることができるし、見なくてもいい。これ結構自由な生活ですよね。でも一方で他の階だと同じような環境で暮らしはするけど、選択の自由は与えられないというルールにしたんです。部屋の内装はスタッフが決めるし、部屋に鉢植えの植物は置いてあるけど、スタッフの仕事、映画を見る曜日も決められていて、見ないという選択肢がない。この結果どうなったのかというと、自由を与えられた入居者はより活発に行動し、認知能力も高くなっていったんです。さらにびっくりなのが、18ヶ月後に2つのグループの死亡率を調査したところ、自由を与えられたグループの死者はもう1つのグループの半数以下だったんです。自分の人生を自分で決めるということが長生きにまで関係していたんですよ。これすごい話ですよね。人間は選択肢や行動を制限されるのをとにかく嫌います。これを心理学の世界では心理的リアクタンスと呼んでいて、自由が奪われた、あるいは奪われそうって時に感じる不快な状態のことを指します。心理的リアクタンスは何かを禁止された時だけじゃなくて、何かをするように言われた時にもこれ生まれてるんですよ。例えば老後のために貯金した方がいいよとか、会議ではもっとみんな発言しようなんて上司に言われた時もそう。強制されているわけではなくて、一応どうするかは自由じゃないですか。でも自由を脅かされた、自分の行動を自分で決める能力を否定されたって感じてしまって、どうしてもね、反発してしまうんです。だから言い方が大事。これ禁止って言われると、あえて禁止されている行動を取ってしまい、これした方がいいよと言われるとやりたくなくなる。いかにね、人の気持ちを動かすのが難しいかがわかりますよね。もうね、人間ってめんどくさい。この心理的リアクタンスをぶち破って相手をコントロールする方法、あなたも気になりますよね。次でそれを解説していきます。二つ目、相手が自分で自分を説得するように誘導する方法という話です。
心理的リアクタンスは何かを禁止されたり進められたりすると自由を奪われたと感じる不快感のことでしたよね。じゃあその不快感を感じさせずに相手が自主的に自分を説得して行動してくれたらすごくないですか？実はその方法があったんです。それが変化を仲介するという方法。これは何かをしろとか上から目線で指示を出すのではなく、かといって完全に放置するわけでもなく、その間でバランスを取るんです。具体的なやり方は1メニューを提供する、2命令ではなく質問をする、3ギャップを明確にする、4理解から始める。この4つ一つずつ説明していきますね。1メニューを提供する。これは相手に進む道を選ばせるテクニックで、誘導型の選択と呼ばれています。例えば子供が人参が嫌いで食べたがらないとしますよね。無理やり食べさせようとすれば大抵失敗に終わります。ここで賢い親は子供に選択肢を与えるんです。どっちを先に食べたい、人参にする、それともハンバーグにする。こう言われた子供は主導権は自分が握っていると感じて、パパもママも無理やり食べさせようとしていない、食べたいものを自分で選んでいるんだと感じることができるんです。注射を打つときなら右腕にしてもらう、左腕にしてもらう、そうやって聞く。寝る準備なら先にお風呂に入ってから歯を磨く、それとも歯磨きしてからお風呂に入る、みたいに聞くんですよ。こうやってメニューを提供することで自主的に選ばせる。これが大事なんです。ちなみにメニューは多すぎても良くないので、2つか3つくらいがおすすめ。2、命令ではなく質問をする。相手を変えようとした時に断言して命令したり意見を言うのは今日からやめましょう。例えば、ジャンクフードは肥満の原因ですよ。とか、飲酒運転は殺人行為です。って言われると、押し付けがましい、説教臭いと感じてしまって、本能的に反論しようとするんです。いやでもビル・ゲイツもウォーレン・バフェットもコーラとかマックが大好物なの知ってる？とか、友達で飲酒運転してるやついるけど誰も死んでないけどね、とか言っちゃう人もいるんですよ。まあ、ジャンクフードは個人の自由ですが、飲酒運転はそもそも絶対ダメ。だからこそ相手に考えさせるために質問をするんです。ジャンクフードって体にいいと思う？みたいに聞く。答えが体にいいとは思わない。であれば相手は困った立場になりますし、もし反論したければしっかり言語化しなければいけませんよね。言語化した時に、あれ？やっぱり体に悪いかもって気づくかもしれません。そしたら前ほど気軽に食べなくなるかもしれないんです。質問には相手が自分の答えに責任を持つようになる効果があるんですよ。3、ギャップを明確にする。例えばもしあなたが喫煙者だとして10歳の子供からタバコを吸いたいから1本ちょうだいって言われたらどうしますかね？いや体に悪いからダメだって説教しますよね。なのに自分は吸っている。ここで言うギャップが、これで人は自分の態度と価値観に矛盾が生じると落ち着かない気分になる生き物なんです。心理学の世界ではこれ認知的不協和と呼んでいて、これをうまく利用して相手をコントロールするんです。例えば会社で赤字続きの部署があって、客観的に見れば続ける価値はないけれど、一部の人がもう少し時間をかければ回復するから存続させると主張しているとします。ここでただやめろと言うんじゃなくて質問するんです。もし今の自分が今の状況を知った上で最初から始めるとしたら、またこの同じプロジェクトを選ぶと思いますか？新しい社長が就任したらこの部署を存続させると思いますか？そうじゃないならなんで続けているんでしょう？こうやって矛盾を指摘することで解決しようと相手は努力するんです。4、理解から始める。これはね、もう古典的でシンプルなんだけどめっちゃ大事。例えば誘拐犯から人質を解放するように交渉するときや、自殺しようとしている人を思いとどまらせる場合、あなたならどうしますかね？人質を解放しないと撃つぞみたいに言っちゃいますかね？でも一方的にこちらの要望だけ伝えても、むしろ状況は悪化するだけなんです。ここで大事なのが理解から始めるということ。基本的なステップとして理解、信頼、変化の順番で交渉していきます。人を変えたいならこちらの主張を聞いてもらわないといけませんよね。話を聞いてもらうには信頼してもらう必要があります。この信頼がなければ何をどう力説したところで相手はね、絶対に説得されないんですよ。だからですね、ベテランの交渉人はまず相手を知るところから始めています。犯人に子供はいるのか、ペットは飼っているのか、みたいに一見実験とは関係ないことも聞き出すことで、相手の状況とか感情、動機を理解して、あなたのことを理解していますよってことを相手に分かってもらうんです。これが一歩目。この話どうですかね？ついついね、私たち説得しようと最初からぶっこんでしまいがちですが、こういうアプローチもあるんだと私はね、この本を読んで改めて勉強になりました。ぜひね、明日からムカつく上司にいろいろ聞いて理解することから始めてみてください。何か変わるかもしれません。さらっとまとめです。1、警告はむしろ推薦の言葉になる。2、相手が自分で自分を説得するように誘導する方法。どうでしたかね？さらに気になるという方は説明欄のリンクからぜひね、ポチってみてください。いつポチるの？今でしょ。
いやーもう2024年も始まってしまいましたね。おめでとうございます。私もね2019年からこの YouTube を始めて、気づいたらもう5年も YouTube やってる。これね信じられないことですよね。そしてねこんなに本を読む人生になるなんて私思っていませんでした。私このチャンネル以外にも実は10チャンネル以上 YouTube を運営しているんですよ。あのゆっくり系とか AI 音声である系のジャンルってあるじゃないですか。それで最近 YouTube では動画の長さが20分以上の動画を優遇している感じがするんですよね。この学識サロンは10分程度で隙間時間に学べるから10分程度にあえてしているんですが、皆さんはこのくらいの動画の長さがいいなというのはありますかね。実際ね年配の方って今テレビで YouTube 見ている人増えてるんですよ。それでその場合明確に長めの方が好まれるんですよ。というのもリモコンで動画探すのってあれね面倒なんですよ。私も家のテレビで YouTube 見ることあるんですが、長い動画の方がそのまま聞き流しできるからその間にいろいろできて楽なんですよね。ぜひね皆さんのリアルな意見をお聞きしたいので、私これくらいの動画の長さが好きだなというのがあれば教えてください。ぜひね参考にさせてもらいます。教えてくれたらめっちゃ嬉しい。学識さん公式 LINE をしています。無料特典は2つ用意。1つ目、ビジネス書信欄。私が今までに解説した約400冊以上の本の中から今のあなたにぴたりの1冊を選び出します。2つ目、 LINE 限定動画。タイトルは絶望の国で生き抜く力。絶望の国というのはもちろん悲しいから、この日本のことです。普段からねこのチャンネルを見て勉強しているあなたなら、今の日本やばい、自分はどう行動したらいいんだろうということはもう考えていると思います。その日本で今後生き抜くためにはどんな力が必要なのか、私の目線で語った動画を無料でプレゼントしています。普段はね書籍の解説ばかりなので私自身の意見はあんまり言ってないですが、この動画は違くて私の頭の中にあることを全部赤裸々に喋っています。説明欄の URL をタップして友達追加していただければすぐにこの2つの特典が無料で見れちゃいます。ぜひね私とお友達になってください。さよなら、さよなら、さよなら。